こんにちは、やるき先生です。いつも励みになるコメント、本当にありがとうございます。今日はですね、1週間で総復習、意味がわかる小学算数まとめシリーズです。範囲はこちら。そして目次はこの通りです。それぞれですね、知識、本質、例題の順で見ていきます。でも見てわかる通りですね、クリア済みの問題、ほんまいっぱいあると思います。だからこそね、抜けがないか、目次見て、タイトル見てね、 ほんまに必要と思うとこだけチェックしてください。逆に必要じゃないとこはね、絶対見ないでください。もう時間もったいないです。で、動画説明欄のとこですね、それぞれ始まる時間書いてます。もうタップしたらね、一発で見られます。じゃあ、ピックアップできたでしょうかほんまに必要なところだけね、見ていきましょう。もしくはですね、もう倍速で全部見ちゃうっていうのもありかもしれないです。じゃあ、ここから授業です。どうぞ。では行きましょう。 ここからですね、整数の計算の勉強、復習を始めていきます。ただその前にですね、分かっておいてほしいことが3つあるんでね、それを最初に確認しておきましょう。まず1つ目、今回のね、整数の計算のところは、算数とかこれから学んでいく数学の本当に全ての基本となるところです。だからね、必ず確実に押さえておきましょう。漏れないようにしておきましょう。 具体的にはですね、やはり筆算の方法をマスターすることです。足し算の筆算、引き算の筆算、掛け算の筆算、割り算の筆算、これをマスターすればね、計算でしっかり答えを出すことができます。ただですね、計算ももちろん大事なんですが、やはり足し算、引き算、掛け算、割り算がそれぞれ持っている意味、これもしっかり理解しておきましょう。というのもですね、これをしっかり理解しておかないと、 たまにね生徒さんでいるんですがなんかもう文章題になったら何算したらいいかわからんととりあえずねなんか目に見えた数字を使って足し算して先生に違うって言われたら次は引き算試してみてまた違うって言われたら掛け算試してみていいよって言われるまでなんか思いついたこと適当にやるみたいな子がいるんですね。もちろんですね何もしないよりはるかにましなんですがもったいないですよねだってちゃんと式さえ立てれればね計算する力はあるんやから。 だからこそね、意味を理解して、しっかり文章題もね、式作れるように練習しとこうと。ということでですね、ここから算数数学のすべての基本となる整数の計算を復習していきます。筆算の方法をマスターすることが本当に大切です。と同時にね、足し算、引き算、掛け算、割り算の意味も一緒に確認していきましょう。そのために必要な知識と例題をね、準備してあります。ここから一緒に再確認していきましょう。 では行きましょう足し算と引き算の基本と意味です今回の本質は2つあります1つ目は全部合わせるとか付け加えるっていうのを思ったら何算をするかということそして2つ目は差を求めるとか残りを求めたいって思った時に何算をするかということですじゃあ早速要点を再確認していきましょう僕たちがよく知ってるね足し算あれの意味って2つあります1つ目は全部合わせることということ そしてもう一つは付け加えていくこと。その2つです。例えば具体例見てみましょうチョコレートがテーブルの上に3個あるよとで自分の手にね4個持ってるよとさて合わせてチョコレートは何個あるでしょう図にするとこんな感じですねテーブルの上にはチョコレートが1233つあると手の中にはチョコレートが1234つあると合わせたら何個かっていうと1234567ですね で、これを算数で表現すれば3達成イコール7となるんですね3個と4個全部合わせて7個だよということですもう1つ例を見ておきましょうお餅を2個食べたよとお腹が減ったんでねまた3個食べたよとさらにでその後さらにですねまだお腹減ってたからもう1個食べたよとじゃあ全部で何個食べたでしょう最初に2個さらに3個その後さらにもう1個食べたということですじゃあ全部でこれ6個になってますね それを算数で表現すれば2た3たす1は6となります付け加えていったら全部で6個になったということですでもちろん慣れてしまえば、ね、こんな絵なんかいらないですもう慣れてる人は頭でパパッと計算しますね逆に言えば慣れるまではねこのようにね書いて数えてしまえば答えを出すことはできますあと足し算で重要なことはですね足し算というのは入れ替えて計算しても答えは必ず同じになります何を言っているかというと3たす4が7の時 反対にした 4+3 はどうなるでしょうかっていうとやっぱり7個なんですね合わせる順番が違うだけです同様に 2+3+1 も 1+2+3 も 3+2+1 も全部同じ答えになりますまたですね足し算の答えのことを和とも言いますこれもねもう本当によく使う表現なんで再確認しておきましょうでは次引き算です引き算の意味も2つあります1つは差を求めること そしてもう一つは残りを求めることです。差っていうのは違いですね。大きい方引くちっちゃい方をすると、これを差と言います。具体例見てみましょう。A 君はチョコレート9個持ってますと、B 君はチョコレートを6個持ってますと、A は B より一体何個多いでしょうか。図にするとこんな感じですね。A はチョコ9個、B はチョコ6個持っていると。じゃあ A は B より何個多く持っているでしょうか。 というと B は6個は持っているんですね。だから A の方が3個多いということがわかります。これを算数で表現するならこうなりますね。9-6くは3。3個だということです。このようにですね、違い、差を求めるときに引き算は使われます。もう一つ例を見ておきましょう。今テーブルに8個のお餅があります。そこから4個食べたとき残りは何個になるでしょうか。 図にすするとこんな感じですね。テーブルの上に8個餅ちがあって4個パク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 と食べるとじゃあ残りはこれ4個になってますね今のを算数で表現すると8引く4は4となります残りを求めるときに引き算は使われるんですもちろん慣れてしまえばですねこんな絵は必要ないですまあ逆にね慣れるまではこうやって書いて数えればしっかり答えを出すことができます またですね、大切なこととして引き算の答えのことを「さ」とも言いますだからね「差を求めろと言ったら引き算をするんですここでも出てきた表現ですね足し算の答えは「わ」でしたこの「わ」と「さ」しっかり押さえておきましょうじゃあここから例題を見ていきますがその前に本質の再確認ですまず1つ目全部合わせるとか付け加えるって言われたら何算するんでしたっけというと足し算でしたね じゃあ次2つ目差を求めるとか残りを求めるのは何算でしたっけというと引き算をするんでした以上を踏まえて今回の例題攻略していきましょうまず括弧1はテーブルの上に太郎のたこ焼きが5個花子のたこ焼きが3個あるよとテーブルの上に合わせていくつのたこ焼きがあるでしょうかというものです合わせていくつなんで足し算で OK ですよね5足す3となります計算すれば8ですね よって8個と分かります。ややこしければ図で考えたらいいですね。太郎は5個あるよと、花子は3個あるよと合わせたらね、ちゃんと8個ありますもんね。次、括弧に行きましょう。テーブルの上に太郎のたこ焼きが2個あるよと、花子のたこ焼きが7個あるよと。じゃあ、花子のたこ焼きは太郎のたこ焼きよりも一体何個多いでしょうか。括弧にではね、何個多いか、違いを求めるんですね。このように違いを求めるときは、引き算です。 花子がが7 7-2個個で、太郎が2個やから7 2となります。計算すれば5個ですね。これもややこしければ図を書けばわかります。太郎は2個持ってるんで、花子の方が1、2、3、4、5、5個多いということが分かりますね。じゃあ次、カッコさんいきましょう。お皿に餃子が15個あるよと。太郎は餃子を7個食べたよと。じゃあお皿に残ってる餃子は一体何個でしょうか 今回は残り何個でしょうかと残りを求めるんで引き算だということになります式は15-7ですね計算すれば8と分かりますややこしければ図で考えましょうお皿にね餃子が15個あって太郎は7個食べるんですね1234567もぐもぐと食べるとじゃあ残りは一体何個になってるでしょうかっていうと8個ですもんねじゃあラスト書くのいきましょう太郎は餃子を8個食べたよと でまた新たに餃子が焼き上がったんで6個食べたよとじゃあタロは餃子をね全部で何個食べたでしょうかかっこ4では8個食べて追加で6個食べたって言ってるんですねこういうふうにね付け足す時は足し算ですだから式は 8+6 です計算すれば14と分かるので答えは14個ですややこしければ図で書きましょう1回目に8個食べたんですね2回目には6個食べたとじゃあ合わせてこれちゃんと14個ありますね このようにですね、慣れるまでは図を書けばしっかりと答えを出すことができます。では行きましょう。繰り上がり、繰り下がりのある計算の基本ですね。今回大切なことは、繰り上がり、繰り下がりのある計算のコツは何なのかということです。早速確認していきましょう。繰り上がり、繰り下がりのある計算をするには、10からの引き算に慣れておくことです。つまりね、もうほとんどの人が抑えられていると思います。 10-1が9とか10-3は7とか10-8は2とかこういうね10からの引き算に慣れておくことですでもちろんこれらは丸暗記することではなかったですよね例えばなんで10-2が8になるかっていうのは10個たこ焼きがあってそこから2個食べたら残りは何個になるかなとそのように考えればわかりますでその基本を押さえておけばね繰り上がりのある足し算にも少しずつ慣れていきます繰りり上がりのあるる足し算をするには 十ができるように分解すればいいんですね。これ、何言ってるか、例えばね、七たす五という例で考えてみましょう。十ができるように分解するっていうのは、一体、七に何を足したら十になるでしょうかというと、三ですよね。だから、この五をね、三が出るように3、三たす二という風うに分解するんです。 でねこの5を 3+2 と分解した後はこの 7+3 ここが10になるんですねだって10になるように分解したからです 7+3 が10になればあとは 10+2 なんで12となるつまり 7+5 は12と分かるという流れですねだからね全てはこの5を 3+2 と分解したとこから始まってますじゃあなんでこの 3+2 と分解したかっていうと7に何を足したら10になるかなって考えたからですね3やったんです で、このね、7に何を足したら10になるかと考えるときこのときに1 0 7の計算をするんですね1 0 7が3やとだから7に3を足せば10になるということがわかるんですじゃあもう一つ例を見ておきましょう 4+9 これどうなるでしょうかっていうとまず4に何足したら10になるかなを考えてそしてそれが出るようにこの9を分解したらいいんですねじゃあ4に何足したら10になるかなっていうのは1 0 4で分かります 6ですね。だからこの木をね6が出るように 6+3 と分解しますそしたらね9が 6+3 になった後はこの 4+6 ここが10になるんですねだから 10+3 で13じゃないかと 4+9 は13じゃないかと分かるという流れです次繰り下がりのある引き算を見ておきましょう繰り下がりのある引き算をするには10ができるように分解すればいいです例えば12-8を計算したいと。 10ができるように分解するっていうのはこの12の部分をですね 2+10 というふうに分けるんですで12を 2+10 と分けたあとは次ここ1 0く8を見るんですね1 0く8は2ですだから結局 2+2 となって答えは4と分かる1 2く8は4と分かるという流れですもう一個例を見ておきましょう1 3く5はどうなるでしょうかこれもやっぱりね10ができるように分解します つまりこの13を 3+10 と分ければいいんですね13が 3+10 に分かれたら次はこの1 0く5を計算するんです1 0く5は5となりますね結局 3+5 なんで答えが8と分かるという流れですじゃあここから例題を見ていきますがその前に本質の再確認です結局繰り上がり繰り下がりの計算のコツって何でしたっけというと10ができるように分解することでしたよね じゃあ例題見ていきましょう。次の計算をしようということでねかっこ1は 8+5 です 8+5 これ10ができるように分解したらよかったんですねつまりまず8に何足したら10になるかなと考えるとそしたら2ですねだからこの5をね2が出るように分解する 2+3 にするということですじゃああとはねこの 8+2 が10になって 10+3 となってそれ計算したら13とわかるという流れですね じゃあ次過去に行きましょう過去には11-7ですやっぱりね引き算の時でも10が出るように分解しますこの11を 1+10 と分解すればいいですねそしたら 1+10-7 になるんでねここ10-7の計算したら3ですだから 1+3 になって答えは4と分かるという流れですねじゃあ次3番いきましょう 3+9 やはりやることは一緒ですね10が出るように分解するとつまり 3に何を足したら10になるかなとっていうと7ですねだからこの9をねすすと分解しますじゃあこの与えられた式はね 3+7+2 となるんで 3+7 は10やとつまり 10+2 になるんで答えは12と分かるという流れですねじゃあラスト角のをいきましょう16-9これもやっぱり一緒です10が出るように分解しますつまりこの16の部分を 6+10 とするんですね じゃあ与えられた式は6となります1 0引9九というのは1ですねだから 6+1 になると計算すれば7とわかるという流れですねではいきましょう掛け算をく,くと割り算の基本ですね今回大切なことは2つあります1つ目掛け算の基本って何でしたっけということそしてもう1つは割り算の基本って何でしたっけということですじゃあ早速確認していきましょうまず掛け算からです 掛け算っていうのは足し算を楽にするためのものやったんですね。句が基本となります。これは何を言ってるかっていうと、三かける五って一体どういうことでしたっけ？というと、三を五回足すよ、三た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 三だよということでした。じゃあね、三た三は六で、六た三は九で、九た三は十二で、十二た三は十五で、だから三かける五は十五だってやってもいいんですが、大変ですよね。 だからね、こういう九,九の表っていうのをねお経のように唱えて覚えさせられたんですねこれを知っておけばね 3×5 みたいな計算もねできます,すぐできますしで後々あるね掛け算の筆算っていうのもこの九,九の表が全部元になってますでもちろんですねお経のように唱えて覚えてもいいんですがなんか納得いかんっていう人はねもう書いて数えてもいいですつまり何言ってるかっていうと 7×8 は7波56なんですね これは何でかっていうと、7を8回足すからです。7足す7は14、14足す7は21、21足す7は28、28足す7は35、35足す7は42、42足す7は49、49足す7は56とやっていけばね、勝手に答えが出てきます。でもお気づきやと思いますがね、ここに出てきた答えっていうのはね、全部7の段の掛け算の九九の答えです。だからね、勝手に覚えていくということです。 で掛け算で大事なこととしては掛け算で入れ替えて計算しても答えが同じになるんですねつまり 7×8 も 8×7 も同じね56という答えになるよということですあともう一つ掛け算で大事なことは掛け算の答えのことをね積とも言いますだからね積を求めろって言われたら掛け算をするんだっていうことも再確認しておきましょうじゃあ次割り算いきましょう割り算っていうのは 掛け算算のの逆の計算でしたねだから掛け算が基本になりますこれ何言ってるかっていうと「ゴニ割るホニゃの答えを欲しかったら「ホニゃに何かけたら「ゴニゃになるかなを考えたらよかったんですね。わけわからないんでね具体例見てみましょう。6÷2 の答えっていうのは「2」に何かけたら「6」になるかなということです。 というと、と。う2 6÷2 にに3 3かかけたたらら、6ななりますよね。ね。だのの答ええは3になるとこれが割り算の考え方でした、ね、もうちょっと練習しておきましょう。じゃあ 21÷3 これどう考えたらいいんでしたっけっていうと3に何をかけたら21になってくれるかなとそれが答えなんですね。じゃあ 3×7 が21になるんで 21÷3 の答えは7になるとこのように考えるんでした。 もう大丈夫ですね。じゃあ 35÷7 の答えはって言うと7に何かけたら35になるかなということです。7×5 が35になるつまり7に5かけたら35なんで答えは5とわかるという考え方です。で掛け算の答えを積といったようにですね割り算の答えを小ということもとても大切です。じゃあここから例題を見ていきますがその前に本質の再確認です。 掛け算の基本って何でしたっけというともうとにかくく九九になれることです。じゃあ次割り算の基本って何でしたっけというと掛け算を考えることでしたよね。以上を踏まえて今回の例題見ていきましょう。次の計算をしようということでね、かっこ1は 4×7 です。もうくくを覚えてる人からしたら楽勝ですね。4×7 は28で終わりです。 でまだ覚えてへんよっていう人はねさっきのね九九の表をお経のように丸暗記していくかもしくはね4を7個足したらいいですね4足す4は88足す4は1212足す12 4は1616足す16 4は2020足す20 4は2424足す24 4は28というふうにして答えが出てきますじゃあ次カッコに行きましょうカッコには2 4る3ですねこれの意味は3に何かけたら24になってくれるかなということです じゃあね、3×8 が24になってくれるんで答えが8とわかるという流れです次カッコ三いきましょうカッコさ八は 8×5 ですねこれもくを覚えてる人からしたら8五四十でも終わりです覚えてない場合はね8を五回いたしましょう 8+8 は 1616+8 は 2424+8 は 3232+8 は40で答えがわかります じゃあラストかっこいはね 54÷6 ですねこれも意味を考えれば6に何をかけたら54になるかなとそれがね答えになりますじゃあ 6×9 が54なんでね答えが9とわかるという流れですねではいきましょうかけ算と割り算の意味ですね今回大切なことは2つで1つ目が1人前が決まっている時に合計量を求めるには何算をすればいいかなということそしてもう1つは 一人前で何個かなとかね何人前できるかなを求めるためには何算をすればいいかなということですでは早速見ていきましょう掛け算の意味っていうのは一人前が決まっている時の合計量を求めるということでしたこれ何言ってるか例えばね一人前で2個の肉まんをもし4人前食べたら全部で何個食べたでしょうかと 図にするとこんな感じですね。1、2枚、2個の肉まんが4人前あるよと。じゃあ全部で何個かなと。足し算で表現すれば2足す2足す2足す 2, 2となります。ただね、同じものをいっぱい足すときに使えるのが、これ掛け算やったんですね。つまり2を4回足すっていうことは 2×4 じゃないかと。だからね、目くを覚えてる人はすぐに8個と出すことができます。もう一つ違う例も見ておきましょう。 例えばねお菓子が3個入った袋を7袋用意したいとじゃあお菓子はいったいいくつ必要でしょうか図にするとこんな感じですね1つの袋にお菓子を3つ入れるとそれを7袋用意したいなら一体お菓子は全部で何個必要かなと足し算で書くならね3足す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  3, 3と3を7回足せばいいということになりますがこれは面倒ですね掛け算で 3×7 と表せばいいです ククを覚えてたらね21個とすぐ分かりますこのようにですね掛け算っていうのは1人前が何個が決まっている時の合計量を求める時に使えるんですねじゃあ次割り算の意味も確認しておきましょう割り算っていうのは1人前で何個になるかなとか簡単にね何人前できるかなっていうのを求める時に使います例えばですね肉まんが6個あると。 これを3人でね同じ数ずつ分けるときに、1人前何個にできるかなということです。図にするとこんな感じですね。肉まんが6個あって、これを3人で同じ数ずつ分けると。つまり1人前、2人前、3人前とすればいいですね。で、こういう等しい数ずつ分けるときは割り算を使えます。つまり6個を3人で分けるんやから6割3をすればいいと。 そしたら計算すればね2個と分かるんで1人前2個ずつと分かるということですもう一つ違う例も見ておきましょう例えばお菓子が36個あるよとで1つの袋に6個入れるとしたらさあ何袋作ることができるでしょうか図にするとこんな感じですね36個お菓子があって1つの袋に6個入れるよとさて一体何袋作れるかなとこういう何人前作ることができるかなを求めるときも割り算が使えます 36個を6個ずつ分けるんやから 36÷6 です計算すれば6と分かるね。で6袋と出てくるということですこのようにですね人人前前でで何何個かなとか、かななときるを求めたい時に割り算が使えます。じゃあここから例題を見ていきますがその前に本質の再確認です1人前が決まっている時の合計量を求める時に何算するんでしたっけというと掛け算すればよかったんですね じゃあ1人前で何個かなとか何人前できるかなを求めるときは何算すればいいんでしたっけというと割り算をすればよかったんですね以上を踏まえて今回の例題見ていきましょうまずはカッコ1からいきましょうチョコレートが72個あるよーと1袋に8個入れるときに一体何袋作ることができるかなという問題です 図にするとこんな感じですね。72個チョコレートがあって、1袋に8個入れると。じゃあ何袋できるかなと。こういう何袋できるかなとかね、何人前できるかなっていうのを求めるときは割り算です。だから72割る8ですね。8に9をかけたら72です。だから答えは9。よって9袋とわかるという流れですね。次2番いきましょう。 一人前六個の餃子を太郎は五人前食べたよと。じゃあ太郎は餃子を全部で何個食べたでしょうという問題です。図にするとこんな感じですね。一人前に六個の餃子があると。それが五皿、五人前あるんです。じゃあ太郎は全部で何個食べることになるでしょうか。こういう一人前が分かっているときに合計量を求めるのは掛け算でしたね。一人前が六個、それが五人前あるから六かける五です。 計算すればね6530なんで30個とわかるという流れですねじゃあ次3番いきましょうたこ焼きが42個あるよとこれを7人で等しく分けるときに1人何個食べられるかなという問題です図にするとこんな感じですね42個のたこ焼きを7人に同じ数ずつ分けるとこういう1人前何個か求めるためには割り算を使えばよかったですね4 2る7です 7に6かけたら42になるんでね答えは6つまり6個とわかるという流れですねじゃあラストカッコ4いきましょうチチョョココレートが個個入ったた袋袋を4袋作りたいよと。じゃあチョコは全部でで何個必要でしょうか。図にするとこんな感じですね1袋に7個のチョコレートが入っているそれが4袋あるよとじゃあチョコレートは全部何個いるかなとこのように1人前の量から合計量を求めるのは掛け算でしたね 7個かける4袋7かけけるる袋、です。計算すれば28ですねよって答えは28個とわかるという流れですねでは行きましょう割り算の余りですね今回大切なことは割り算の余りを求めるにはどうすればいいかなということですでは早速見ていきましょう割り算でですねきっちり割り切れない時に余っている数それを余りと言います これ何言ってるか例えばね7割2という例を考えてみましょうこの式の意味はですね例えばね7個のたこ焼きがあってそれを2人で分けるときに等しい数同じ数で何個ずつ食べられるかなということですじゃあどうなるかっていうとこの6個を2人で分けてね3個ずつ食べるとただそのときに1個余るんですねこれがあまり1やとだから7割2の答えとしては3余り1となります 3個ずつ分けることができて1個余るよという意味です。もう一つの例をね計算で考えていきましょう次は 17÷3 です。これどう考えればいいかというと割り算って掛け算の逆でしたよね。3に何をかけたら17になるかなとでもそんなもんないんですねそういう時は17を超えないように一番近いの選ぶんです。 今回で言うとの15これが17を超えない範囲で一番近いですね。やと18になって超えちゃいますであとはですねこの17から15を引き算したら2それがあまりになります。だから 17÷3 の答えは5余り2となるんですね。図の意味としては17個のたこ焼きを3人で分けた時に5個ずつ食べられるよと。ここでね3人やから15個を使うよと。 で2個余ってるという状況ですねこのようにですね余りを求める時の原則はとにかく取取れるるだけとということです今回で言うと1 7る3で言うとね 3×4 にしてねそして12にして余りを5とはしないんですなぜならこの5個からまた3人にねたこ焼きを1個ずつ配ることができるからです 余りを求める時の原則はとにかく取れるだけ取るっていうことですだから出てくる余りっていうのは絶対にこの割る数よりも小さくなりますじゃあここから例題を見ていきますがその前に本質の再確認です割り算の余りを求めるにはどうすればよかったでしたっけというと掛け算を考えてね取れるだけ取るんですねで残ったものがあまりですだから余りは絶対に割る数より小っちゃくなります以上を踏まえて今回の例題見ていきましょう 次の計算をしようとただし小は整数で求めあまりも求めようですね小っていうのは割り算の答えのことでしたかっこ1は53割る6ですね一体6に何をかけたら53になるかなと考えますでもそんなもんないんですねないときはどうするかっていうと超えないように一番近いものを考えるんですだから今回でいうと 6×8 ですね 6×9 やともう5の53っていうのを超えちゃいます 6 7やとまだまだだ取れるんですね。実際これで余りを求めると余りが11となりますでも今回割る数が6なんでね余りは割る数より大きくなったらダメですだから 6×7 はダメなんですねだから取れるだけ取ったこの6848小を8としますその時の余りは 53−48 を計算してね5と分かります この出てきた余りはね割る数6よりちっちゃくなってますねよって答えは8余り5とわかりますでは次過去に行きましょう8 8る9これも同じですね9に何かけたら88になるかなと88を超えない範囲で一番近いものを探すと 9×9 ですねこの時余りは88から81を引いた7とわかります よって答えは9余り7とわかるという流れですねでは行きましょう掛け算割り算と0の計算ですね今回大切なことは2つで1つ目は0があるときの掛け算の答えはどうなるかということそしてもう1つは0があるときの割り算の答えはどうなるかということですじゃあ順番に見ていきましょう結論から言うと掛け算のときに0があったら答えは必ず0になります 例えば具体例見ておきましょう。2×0。この答えは0になります。これなんでか、意味考えれば納得しやすいです。2×0 の一つの意味は、1皿に2個入った肉まんがあって、それを0人前食べるということです。 だからね、どっかお店とか行った時にね、メニュー表を見たら1人前2個の肉まんがあるよとそれを0人前食べるっていうことは注文しないということなんですねだ結果1つも食べないよとだから 2×0 は0になるということです同様に 0×3 この計算も答えは0となりますこれも意味を考えれば納得しやすいです 0×3 の1つの意味は1皿に0個入っている肉まんこれが3人前あると3皿あると でも1皿に0個の肉まんっていうことは結局肉まんがないとただの皿があるだけなんやからそれがね3人前あったって皿が3枚になるだけで肉まんは0個ですよねだから 0×3 は0なんですじゃあ次割り算と0の計算についても見ておきましょうもう結論から言うとですね割り算は要注意です0を割ると答えは0になりますが0で割るのはダメですこれ何言ってるか例えばね 0÷4。これは0を何かで割ってますよね。こういう場合答えは0になります。ただ反対にですね、5÷0 みたいに割る0。0で割る。これはダメなんです。ダメっていうのは算数数学において、こんなこと知ったらダメだよっていうことです。計算ができないんです。いくつも見ておきましょう。まずは 0÷4 が0になる方からいきます。これはですね、割り算の理屈を考えればわかります。 つまり割り算っていうのは掛け算の逆やったんですね。6÷2 っていうのは2に何をかけたら6になるかなと。答えは3でしたね。0÷4 も考え方は同じです。4に何かけたら0になるかなという、その何かが答えです。じゃあ4に何かけたら0になるかっていうと、これ0ですよね。だから答え、0÷4 の答えは0です。 じゃあね、5÷0 の方も同じように考えたら答え出るんちゃうのと思うかもしれないですが実は同じ風に考えた時に答えが出ない計算できないからねこれ 5÷0÷0 はダメだっていうことになっています。でもっと詳しく知りたい場合はですねこの「探求、0で割れない理由は?」という動画を作ってるんでねそちらをご覧になってください。じゃあここから例題を見ていきますがその前に本質の再確認です。 まず1つ目、0がある掛け算、答えどうなりましたっけというと、先に掛けようが、後に掛けようが、答えは絶対0になるんでしたね。じゃあ、0がある割り算の答えはどうなりましたっけというと、0を割ったら0になります。けれども、割る0、0で割るのはだめなんですね。では例題見ていきましょう。次の計算をしようということで、かっこ1は 9×0 です。もう簡単ですね。 掛け算では0かけたら何でも答えは0になります。だから答えは0です。次、カーコに、8割る0、これはどうでしょうかというと、これダメですね。数学算数では割る0は絶対にダメです。計算できないです。だから答えを書くならね、計算できないということになります。次、カーコさん、0かける7はどうでしょうか掛け算の場合はですね、0が先にやろうが後にやろうが答えも絶対に0です。 1>, 1も3もね掛け算に0があれば答えは絶対0になりますじゃあ次「かっこ4 0割る6はどうでしょうかというと「0」を割る場合はですね答えは0になりますというのもね6に何かけたら0になるかなというと答え0が出てきますもんねとにかく「かっこ2」との違いが要注意ですね「0」を割る場合は答えは0ですが ゼロで割る割る0の場合は計算できないとなるんでねここだけは本当に注意してくださいでは行きましょうかけ算割り算と0の計算の探究ですそもそも何で0で割れないんでしょうか何でなんちゃら割る0は計算できないんでしょうかというとですね割り算はかけ算の逆でしたよねこう考えた時に答えを求められないからです何を言ってるかっていうと の答ええを考えてみましょう。これは2に何をかけたら6になるかなでしたね2に3をかけたら6なんでね答えは3ですじゃあ同じように考えてみましょう 5÷0 の答えってどうなるでしょうかっていうことですよね。つまり 0×5 にゃが5この5にゃのとこが分かれば答えとなりますでもよう考えてみてください 掛け算で0あったら答えて絶対0になりますよね。ここに3が入ろうが2万が入ろうが絶対0になるはずです。だから0るなんちゃらが5になるなんてことこれありえないんですね。すごいおかしい式なんです。これはですね算数とか数学のルールに反することになるんで0で割ることはできないということにしようとなっているんですね。あとですねもう一つ違う理由でダメになるのがこの 0÷0 を考えた時です。 やっぱり同じようにですねこのなななんんちちゃゃららががになるを考ええればね、このなんちゃらの部分が答えとなるはずです。ところがねこの式を見た時にこのゴニゃの部分にね1が入ろうが2が入ろうが5が入ろうが100が入ろうがどれでも OK ですよねだって0かけたら答え絶対0になりますもんつまりですね0ある0を表す数字が1つに定まらないと無数にあると0ある0を表す数字をかけ表すことができないんですね だからやっぱりこの 0÷0 も計算できないです。つまり、なんちゃら割る ÷0 の時も都合悪かったし、0÷0 の時も都合が悪かったんでね、もう割る ÷0 はもう絶対ダメだと、数学算数ではできないことにしようと決められているんですね。では行きましょう。足し算の筆算ですね。今回大切なことは、足し算の筆算って一体どうやってやるんやったかなということです。じゃあ早速見ていきましょう。足し算の筆算は、 位を揃えて書いて、1の位からやるというのがポイントです。で、10を超えたら繰り上がりなんで、次の位に1を足します。これ何言ってるか、早速具体例見ていきましょう。21足す43。これ筆算でするとどうなるでしょうかというと、まずこのように縦に書くんですねで。1の位は1の位で計算する。10の位は10の位で計算します。だから1、1足す3は4。2足す4は6。 答えは64ととかるという流れですで。これは何をやってたかっていうと21を 20+1 に分けたとで43を 40+3 に分けたとで 20+40 が60で 1+3 が4やから 60+4 で64になるっていうことを簡単にやるためのツールがこの筆算なんですねじゃあ次の例見ておきましょう 89+6 これを筆算でやるとどうなるでしょうか まず最初のポイントはですね縦に書くときなんですけれども位を揃えることが大事ですだから1の位を揃うようにねこの6はちゃんと9の下に書くようにしましょう決して8の下に書かないように気をつけますで1の位から計算するんですが 9+6 は15ですねこの時15というふうに書きます15の位置をねこの次のここの位に書くのがポイントです でその次10の位の計算は8とさっき出てきたこの1を足して 8+1 で9で答えが95と分かるという流れですなんといってもポイントはこのねす6が15になるところですね10を超えたら繰り上がりで次の位に1を足すというこれがねポイントになりますでこれも何やってるか一応確認しておくとね最初に89を 80+9 に分解しますです6を計算すると そしたら15になると。その出てきた15を 10+5 に分けるとで 80+10 を計算してそして最後に5があるんでね95になるっていうことをやってるんですねただそれがややこしいからこの筆算風にやれば楽だよねということですじゃあ次の例見ておきましょう76 25ですでこれも一緒ですね位を揃えて縦で書きますで6 5は11 で、すこれ10になりますね。だから110と書いてこの1をそのまま下に下ろしてきて1ですよって76たす25の答えは101とわかるという流れですねじゃあラスト見ておきましょうこれができたらもうほとんど大丈夫ですね987たす654筆算でやるとどうなるでしょうかやっぱり位を揃えて縦に書きます7 4は11ですはでね。 です 9+6+1 なんで16ですねでこの位置をそのまま下ろしてきて1641答えは1641とわかるという流れですねで慣れてきたらですねわざわざこの縦の筆算を書かずに時間を短縮することもできますどうやってやるかっていうともうなんか横のまま筆算っぽくやるんですねつまり 7+4 は11やと。 で、次、8+5 が13なんやけれどもさっきの1も考えてねこの差は4にするとで 9+6 は15なんやけどさっきのね1も考えて1と5でここ6にするとで最後のこの1を下ろしてきて1641が出来上がるという流れですもちろんねこのやり方を真似する必要はないです最初はねこう縦型でやっていってそれで、ね、だんだん慣れていったらこういう方法もあるよということです じゃあここから例題を見ていきますが、その前に本質の再確認です。足し算の筆算ってどうやるんでしたっけというと、位を揃えて1の位からやるんでしたね。で、10を超えたら繰り上がりです。つまり次の位に1を足してあげます。じゃあ例題見ていきましょう。まずは括弧1、198足す45ですね。位を揃えて書くのがポイントです。1の位、10の位が揃うように書いてあげましょう。 そしたら 8+5 は13ですね 9+4+1 は14です 1+ さっきの1で2答えがわかりますね 198+45 は243とわかるという流れですじゃあ次カッコに行きましょうカッコには 456+789 ですこれもやることは一緒ですね位を揃えて書いてそれぞれ足し算です 6+9 は15 5+8+1 は 144+7+1 は12ですねこの位置を下ろしてきて答えがわかります 456+789 は1245とわかるという流れですねじゃあ次かっこ 36543+987 ですこれもまず位を揃えて書くことが大切ですねあとはそれぞれ計算するだけです 3+7 は10なんで10ですね で、四たす八たす一で十三です。で、五たす九たす一で十五です。で、六たす一で七ですね。六千五百四十三たす九百八十七は七千五百三十とわかるという流れです。じゃあ、次、かっこ四、二千三百四十五たす六千七百八十九はどうなるでしょうか。もう、やることはずっと一緒ですね。位を揃えて書いて、それぞれ計算するだけ。 5+9 は14です。4+8+1 は13ですね。3+7+1 は11です。で 2+6+1 は9ですね。よって 2345+6789 は9134とわかるという流れです。でラスト括弧をいきましょう。9876+5432 です。位を揃えて縦に書く。です2は8。 7+3 は10なんで10です 8+4+1 は13ですね 9+5+1 は15ですこの1を下ろして書きますよって 9876+5432 は15308と分かるという流れですねでは行きましょう引き算の筆算です今回大切なことは引き算の筆算ってどうやってやるんやったかなということですじゃあ早速確認していきましょう 引き算の筆算は足し算の時と一緒ですね位を揃えて1の位からやっていくことですで引けない時は次の位から10をもらうというのがポイントです早速具体例見ていきましょう98-75これ筆算したらどうなるでしょうか足し算の時のように位を揃えてこのように縦に書きますで1の位からそれぞれやる8-5は39-7は2 答えは23と分かるという流れです。じゃあ次、42-8はどうやるでしょうかこれも位を揃えて縦に書きます。8がね、ちゃんと1の位、この2の下に来るように書きましょう。4の下には来ないように気をつけます。で、2-8をするんですが、これできないんですね。引けない。引けないときは、次の位から10をもらいます。 具体的にどうなるかというと、ここを3にして、代わりにここを1増やして12と見るんです。で、12-8で4じゃないかと。で、さっきこの4はね、3になったんで、3-0。何もないときは0です。3-0で3となると。これにて答えがね、34とわかります。で、この筆算の仕組みはどうなっているかというと、足し算のときとほぼほぼ一緒です。まずね、この42を40足す2と見ます。 ただ2-8ができなかったんですね。だからこの40を3 0 1十二分けたんです。だから 30+10+2-8 で、この 10+2 が12になって30、30+12-8 になったんです。で、12-8が4やから、結局 30+4 で34と出たよと。この複雑なことをね、楽にできる。そのためのツールがこの筆算だということです。 もう一緒ですね位を揃えて縦で書くと。で1の位を見たら3く6できないんですねできない時は次の位から10をもらってくるここを6にしてここを13にしますそしたら1 3く6で7ですでさっきねもう10を上げたんでここは6 6く4で2これにて 73−46 の答えは27と分かりますもう一つ 65−59 も見ておきましょう。 位を揃えて縦に書いて1の位からやっていきます5-9これできないですねだから次の位から10をもらってきますここを5にして15-9です6ですねそしたら次5-5です0ですねただ一番上の位が0の時はもうもはや書かないですだからもうここは何も書きませんもちろんね途中の位の時は0と書きますでも一番上の位が0やったら書かないですよって答えが6とわかります で引き算の筆算もですね足し算の筆算の時と同じようにね縦型の筆算を書かずに時間短縮でやることもできますこれで言うとねまず5-9を見てできないからねここから借りてきて15-9で6やとで5-5で0何も書かんでいいからこのまま6が答えという感じですただもちろんこの方法はねできなくても全然問題ないです縦型の筆算慣れてきたらねまあまあチャレンジしてみるぐらいの感じで OK です あと引き算の筆算はですねこの1000と0が続く時の筆算はちょっとねコツが必要ですどんなコツかっていうとまず一番大きな位から10をもらってくるということですこれ何言うてるか100-6という具体例を考えてみましょう先ほどと同じようにね位を揃えてやっていくんですが最初これ0-6ができないとだからね次の位から借りてここを10にしたいんですが次の位もこれ0なんで借りれないんですね じゃあどうするかっていうとまずその次の位ここからまず1を借りますでこれが0になってここが10になるんですその10から1借りてここを10にしてここを9にするということなんですそしたら1の位が10-6で4と分かるとで次の位は9-0で9やとで一番上の位はもはや0なんで何もかかんでいいとこれで94と答えが分かるという流れです もう一つ例を見ておきましょう。500-234はどうなるでしょうか。やっぱり位を揃えて書くんですね。で1の位からやろうにも0-4できないと。だ次の位からね、10をもらおうとしても0やからもらえないと。だここでまずもらうんですね。ここを4に変えて、ここを10に変えるで。この変えた10からさらにまたもらって、ここを10にして、ここを9にすると。 この作業を最初にやっていく必要があります。でこれさえ慣れればねあとは1 0 4で6 9 3で6 4 2で2としてね答えが出てきますじゃあここから例題を見ていきますがその前に本質の再確認です引き算の筆算って結局どうやってやるんでしたっけというと位を揃えて1の位からやるんでしたねで引けない時は次の位から10をもらってくるということでした じゃあ例題見ておきましょう次の計算をしようということでね確保1は921-189です位を揃えて縦に書きますで1-9はこれできないから次の位から10をもらっていきましょうここを1にしてここが111-9 11 1は2ですねで次1-8これまたできないですねだからここから10をもらってきます8にして11です11-8は3ですね 8-1で,で7これで答えという流れですじゃあ次過コに行きましょう過コには321-45です位を揃えて縦に書きますで1-5できないだからもらっていきましょう次の位から10をもらいます1になって11ですね11-5は6ですで次1-4やっぱりまたできないと次の位から10をもらってくる2になってここは11です 11-4は7ですね。で、ここ10上げたんで2になってます。2-0は2。よって答え。という流れですね。では次3番です。9123-1876です。位を揃えて縦に書く。で、1の位からやっていくと。3-6はできない。だから次の位から10をもらいます。ここが1になって、ここは13。13-6は7です。で、次、1-7。やっぱりこれもできない。 次の位から08、ね、やっぱりこれもできないと次の位から10をもらう8にしてここが10になる108で2ですで最後81で7で答えという流れですねじゃあ次角4です1万2345はどうなるでしょうかやっぱり位を揃えて縦に書きます でね0-5ができないから次の位からもらってこようとしても次の位も0やから無理やとこういう時はどうするかっていうともうね一番上の位からもらってくるんですねここを0にしてここが10になるとで次はこの10からまたね10を上げるとだから9にしてここが10になるこの10をまたね9にして10を上げるこの10をまた9にして10を上げるっていうことをやるんですねでこれで準備完了やと10-5は5 9-4は59-3は69-2は7そして最後0なんでね0-0は0もう書かなくていいんで答えになるという流れですねじゃあラスト弧悟いきましょう弧悟は2万 -19,876 ですやっぱり位を揃えて縦に書くでね最初0-6しようとしてもできないとできないから次の位から10をもらおうとしても次の位も0やからもらえない こういういはまず一番上上の位から上げるんですす。ね。ここを1にしてここををにししてますで次はこの10を9にして10を上げるこの10を9にして次に10を上げる,この,上げるこの10を9にして次に10を上げるっていうことをやるんですね。で1 0く6は4 9く7は2 9く8は1 9く9は0で1く1も0やから書く必要ないとこれで答えがわかるという流れですね。 では行きましょう。掛け算の筆算ですね。今回大切なことは、掛け算の筆算ってどうやってやるんかなっていうことです。じゃあ早速見ていきましょう。掛け算の筆算は、ずらして書いて最後に足し算する。この感覚をつかむことが大切です。何言ってるか早速具体例を見ていきましょう。まずは 21×3 というシンプルな掛け算。このやり方が一番基本となります。まずどうするかっていうと、 ここ3を見て 3×1 は 33×2 は6このようにして63が答えと分かりますで次の例 54×32 ここからがねこのずらして書いて最後に足し算っていうことをやりますどんな感じになるかっていうとまずこの2に注目して 2×4 が8で 2×5 で10で10ですね でその後がポイントです。ここがね、3、4、12なんですが、そのね、2をここ、ここじゃなくてここ、ずらして書くのがポイントです。で、その次、3、5、15と書きたいところですが、ここにね、先の3、4、12の1があるんで、15じゃなくて16、16と書きます。で、最後は足し算です。 8+ 何もない何もないのは0なんで 8+0 で 80+2 で2で 1+6 で7でこの1がそのまま降りてきて1ですねこのようにして 54×32 の答えは1728とわかりますもう一つの例も見ておきましょう 45×678 はどうなるでしょうか でこれはですね、本当はもっといいやり方があるんですがとりあえずそのまま計算してみます。8 5, 40、5、408、4、32ですがさっきの4があるので36となりますでその次は7、5、35なんですがずらして書くんでね、ここじゃなくてここに書くんですね35ですで7 4, 28、4、2828なんですがさっきの3、0で31になりますね。 で最後6530もねずらして書きますこことここをずらして書いてここに書くんですね6530ですで6424ですがねさっきの3も考えて27となりますでずらして書いた後は最後に足し算です 0+0+0 で0ですね 6+5 で11ですそして 3+1+ さっきの1でこれで5ですねです7は110ですで 2+1 で3ですね これにてね、45×678 の答えは3万510と分かりますそしてね掛け算の筆算はずらして書いて最後に足し算するの感覚もつかめるかと思いますで、さっきね 45×678 のやり方はもっといいやり方があるって言ってましたがそれはどうするかっていうとこれを利用するんです掛け算っていうのは順番を変えて計算しても同じなんですねつまり 45×678 は 67 8を計算してもいいといととうことになります。実際計算するとですねやっぱり3万510となって答えは一致してます。でねなんでこのずらして書いて最後に足し算のやり方でいいんやという疑問もあるかと思います。それについてはね別の動画探究で掛け算筆算のやり方の「なぜ?」というのを用意してあるんでね気になる人はそっちを見てください。 あともう一つ掛け算筆算の大事なことでですね0が続く時の掛け算筆算は一回0なしで計算して最後に0を書き加えることでね楽にできるということも大切ですこれ何言ってるかこの具体例でね感覚をつかみましょう 6700×890 はね普通にやってもいいんですがやっぱりちょっと0が多くて大変なんですね そこでですねこの0があるエリアをねこういうふうに分けて書いて 67×89 を計算して最後に0を加えるというやり方が有効ですつまりですね 67×89 を計算したらねこれ5963となりますそこにね0をなしにしてて分けて考えてたんですが0三つ分を123と付け加えるとこれで答えがね出てくるという流れです で、ちなみになんでこんなことが許されるんやっていうと6700っていうのはこれは67 100のことですで、す。890っていうのは 89×10 のことですよね。で掛け算っていうのは順番を入れ替えても答えが一緒なんやから 67×89×100×10 をするとこの最後の 100×10 っていうのがね1,000倍になるつまり0を3つ加えるっていうことになるんでね 67×89 の計算に0を3つ加えるこの筆算は答えが正しくなるということなんですねじゃあここから例題を見ていきますがその前に本質の再確認です結局掛け算の筆算ってどうやってやるんでしたっけというとずらして書いて最後に足し算するこの感覚をつかむことが大事だったんですねじゃあ例題見ていきましょう次の計算をしようということでねかっこ1は 678×908 です 葉っぱ64ですね。でその次8756ですがこの6も考えて62となりますね8648やけれどもこの6も考えて54となりますでその次 0×8 は0ずらして書くんですね 0×7 も 00×6 は0となりますで,でも0を書ける時は全部0になるんで慣れてる人はこの行は書かないです次に行くんですね 9七72ですがねこれ書かなかった場合でもちゃんとずらしてねここに書くようにしましょう全部一段ずつずらすのが大事です9七72ですで9763なんでねさっきの7も考えて70となりますで六五54なんですがここの7も考えてね61となりますねで最後は足し算です4足す0足す0は42足す0足す0は24足す2は65足す0足す0は5 そして16もそのまま降りてきて61ですこれにて 678×908 の答えがわかるという流れですねでは次過去に行きましょう過去には 56×789 ですそのままやってもいいんですが掛け算というのはね順番ひっくり返しても答えは一緒になるんで 789×56 を考える方が楽ですよね 6×9 は54そして 6×8 は48やけどさっきの5も考えて53となります6742やけどさっきの5も考えて47となりますでその次5945ずらして書くんですね45です5840なんで44ですね5735なんで39ですあとは足し算だけですね4足す0は43足す5は87足す4は11 4+9+1 で,で14ですね 3+1 で4これにて答えがわかるという流れですじゃあ次カッコ3いきましょうカッコ3は 300×72 ですねこれは0を分けて考えて最後に付け加えるのが楽ですねそう考えるとねひっくり返して 72×3 を計算して最後に02つを付け加える方が楽だということがわかりますそしたらね32が6 そしては21それにね02つ加えてもう答えがわかるという流れですじゃあラストを書くようにいきましょう 190×2800 これも似たようなもんですね03つを分けて計算する 19×28 を計算して最後に03つを加えるという流れですじゃあ 8×9 は7281が8ですがさっきの7も考えて 7+8 で15ですね でその次は九18ずらして書きますで21が2ですがさっきの1丸んでここは3となりますであとは足し算ですね 2+0 は 25+8 は13で 1+3+1 で5ですそれに先分けてた03つを加えて答えが出来上がるという流れですねでは行きましょうここでは掛け算の筆算の探究ですなんで掛け算の筆算ってあのやり方 ずらして書いて最後に足すっていうやり方でオッケーなんでしょうか？その理由を一言で言うとですね。もう分配法則です。分配法則が基本にあるんです。その計算をやりやすくした書き方、それが筆算なんですね。で、分配法則ってオッケーでしょうか？このね、ほにゃかける5にゃ足す。コニョがあるときにほにゃかける。5にゃ足す。ほにゃかけるコニョっていう風にできるんでしたね。 簡単な具体例で言うとこんな感じです。2掛ける括弧3たす4があるときに2、2掛ける3たす2掛ける4っていうふうにできるんでした。実際これを計算すると、23が6たす24が8、6たす8は14ですね。元の式を見てみましょう。3たす4は7です。2掛ける7は14なんでね、ちゃんと答えが一緒になってます。じゃあ次、12掛ける34を考えてみましょう。 このね、三十四っていうのを30、三十たす四、もしくはね、四たす三十というふうに考えてみましょう。じゃあね、この形、十二かけるかっこ、四たす三十。これ、分配法則が使えますね。つまり12、十二かける、四たす、十二かける三十となります。じゃあ12、十二かける四は四十八、そして十二かける三十は三百六十。なんでね。最後は四十八たす三百六十で四百八となります。 でここでね、12×34 の筆算を考えてみましょう。最初、この 4×12 をするんですね、48です。これがこの部分、12×4 の部分になっています。でその次ね、3×12 はね、36なんですが、3、6とずらして書きます。 でこれずらしてるのは何かっていうとここに0があるんですねつまり360ってなってるっていうことですだここはね10にかける3をやってるんですが実質やってるのは12かける30で360っていうことをやってるんですつまりこの部分を表してるんですね で最後足し算して48たす360が408になるっていうのはまさにこの部分なんでね結局この筆算っていうのはね分配法則を簡単にやるこんだけやるの大変ですもんね簡単にやってるその書き方がこの筆算なんだということをやったんですねでは行きましょう割り算の筆算です今回大切なことは割り算の筆算って一体どうやってやるんやったかなということですじゃあ早速やり方を再確認していきましょう 割り算の筆算っていうのは一番上の位から掛け算を考えて取れるだけ取ってそして引き算していきますで割り切れなかった分は余りとなりますこれ何言ってるか早速具体例見ていきましょう 84÷7 どうなるでしょうかやり方は一番上の位から掛け算を考えて取れるだけ取るんですねつまりこの8と7を見ます 8の中から7を何個取れるでしょうかっていうと1個ですね。7×1 で7となります。で、その後やるのは引き算です。8-7は1。で、4-0は4ですね。で、その次はこの引き算して出てきた14の中から7を何個取れるか考えます。そうすると 7×2 が14ですね。で、また引き算です。14-14は0となるんで、これにて答えが出たよと。 割,割り切れたと12だったよということですじゃあ次の例も見ておきましょう789割8これどうなるでしょうか一番上の位から掛け算を考えて取れるだけ取っていくんですねじゃあ一番上の位を見たら7です7から8を取ることはできないですねじゃあそうどうするかっていうとそういう時はこの78上2つを見るんです 78から8を何個取れるでしょうか9いうと9個取れますね 8×9 は72ですでまた引き算すると8 2は6ですね9 0は9です次はこの引き算して出てきた69から8を何個取れるか考えますそうしたら 8×8 で64となりますで引き算したら5となりますね でこのまま割り算を続けていくのも可能なんですがそれはですね小数の割り算の範囲になりますここではね整数の割り算としてね小も整数で答えましょうじゃあこの5っていうのはどうなるかっていうとこれが余りになるんですねつまり今回の答えは98余り5ということになりますじゃあもう一つ例を見ておきましょう9 8 7六6 5これどうなるでしょうか というとやることはやっぱり一緒です。一番上の位から掛け算を考えて取れるだけ取っていこうと。つまり最初一番上の位を見たら9なんですね。そこから65を取ることはできないと。だから98から65を取れることを考えます。そしたら 65×1 で65となりますね。引き算したら337です。じゃあ次はこの337から65を何個取れるかなと。5個取れますね。そしたら325となります。 で、引き算をするんですね。そしたら12が出てきます。この12は余りですね。だから987割る65の結果は15余り12ということになります。で、この割り算の筆算のポイントとしてね、取れるだけ取っていくんで、引き算の結果は当然割る数よりも小さくなります。これ何言ってるかって言うとね、987割る65の例で考えてみましょう。 最初にね1がたって65で引き算したら337ここまではまあ OK やったとしてねその次この337から65がどれだけ取れるかなとそれでねもしも4とやった場合どうなるでしょうかっていうと 65×4 なんで45204624なんでね260となりますでこの時引き算したらどうなるでしょうかというと77になりますねこれは割る数の65よりも大きくなってます こういうい場合は間違えてます割り算っていうのは取れるだけ取るっていうのが原則なんでさっきみたいにね 65×5 で325余りはね12と必ず割る数65より小さくなります。だから引き算した結果この77とかがね割ってる数よりも大きくなっている時はあ自分は間違ってるんやなと思ってねここを直すことを考えましょう。 で最後にですねなんで割り算の筆算ってこのやり方で OK なんやという疑問を持たれた場合はですね別の動画作ってます「探求、割り算筆算のやり方のなぜ」という授業動画を用意してるんでねそちらを見てくださいじゃあここから例題を見ていきますがその前に本質の再確認です割り算の筆算って結局どうやってやるんでしたっけというと一番上の位から掛け算を考えてね取れるだけ取って引き算やることですで割り切れないものはあまりとなるんでした じゃあ例題見ていきましょう次の計算をしようとで答えは整数で求めて余りがあるものは余りも答えようという問題ですカッコ1は 789÷6 です一番上の位は7ですねそこから6がどれだけ取れるかなと1個取れますね61が6です引き算したら18ですそしたら6318となりますねまた引き算したらここ0なんでねそういう場合は書かなくていいです9をそのまま下ろしていきましょう 9, ですね、9から6何個取れるかなと1個ですねで61が6で引き算して余りが3が答えという流れですねじゃあ次カッコにいきましょうカッコには 836÷11 ですやることは一緒ですね上の位から見て掛け算をできるだけ取っていくと 8÷11 は取れないだから 83÷11 を考えますじゃあ7個取れます77ですそしたら引き算したら66ですね じゃあ6個取れて66引き算したら0割り切れたという流れですねじゃあ次カッコ3いきましょうカッコ3は1000割る67です上の位から考えていった時1割る67無理やし10割る67も無理ですだから100割る67ということになりますだから100から67は1個取れますここに書くんですねで6 7る1で67です 100 67は33ですね。この辺りはね引き算の筆算が大事になりますでこの0を下ろしてきて次は330からね67を何個取れるかなと考えますでね一瞬5意見ちゃうかと 67×5 計算したらこれは335となりますじゃあこの330を超えてますよねだから5はダメですじゃあ考え直し5が無理なら4を取ってみようと 67×4 はどうなるかっていうと4728で4624なんでね268となるとで引き算したら62となってこの62はね割ってる数67より小さいんで OK と分かりますだから答えはね14余り62と分かるという流れですね複雑になればなるほどこうやっていっぱいいっぱい考えていくことになりますじゃあラスト書くのいきましょう 456789÷123 はどうなるでしょうか まず4から123は取れない45から123も取れないんでねこの前の456から123を取ることになりますじゃあ3がたちますね 123×3 を計算しますじゃあ引き算したら87ですでこの7を下ろしてきて877から123を何個取れるかなと考えるもしも6を思いついたとしましょうじゃあ 123×6 を計算してみます この時引き算の結果はね139となって割る数123より大きくなってますよねこういう時は自分が間違ってるんやとここが間違ってたんだということですだから考え直しですね6やったらもっと取れてんか次は7を取ってみましょう 123×7 を計算します引き算したら16ですね123より小さいんで OK ですじゃあその次はこの8を下ろしてきて168から123何個取れるかなと当然1個ですね 123となって引き算しますじゃあ次この9を下ろしてきて459から123何個取れるかなと3ですね 123×3 を計算して引き算ですそしたらこの出てきた90はね割る数123よりちっちゃいんで OK ですよねよって答えは3713まり90とわかるという流れですねでは行きましょう割り算の筆算の探究ですなんで割りり算算のの筆算ってあのやり方 つまり一番上の位から掛け算を考えて取れるだけ取って引き算して割り切れないの余りにするんでしたね何であのやり方で OK なんでしょうかというと掛け算の筆算の時と一緒です分配法則が基本にあるんですねその計算をやりやすくした書き方それが筆算なんです割り算の分配法則も掛け算と形は似ていますほにゃたすごにゃ割るこにゃはほにゃ割るこにゃ たすごにあわるこにゃにできるんですね。何のこっちゃわかりにくいと思うんでね、具体例を見ておきましょう。つまり、過去6たす4割る2っていうのは、6割る2たす4割る2とできます。実際これ計算したら、6割る2は3で、4割る2は2です。で、3たす2は5になりますよね。ちなみに6たす4っていうのは10で、10割る2は5なんで、やっぱり最初の答えと一致します。 じゃあ次、78÷6 を考えてみましょう。まずこの78っていうのは、60÷18 というふうに変形できますよね。じゃあこの 60÷18÷6 っていうのは、60÷6 たす 18÷6 というように変形できます。じゃあ 60÷6 は10でね、18÷6 は3なんで、10÷3 で13となるということです。じゃあ次、78÷6 を割り算の筆算で考えてみましょう。 最初を見てね取れるだけ取るとつまり7から6は1個取れてここ6になるとで引き算したら18なんですねこれは何をやったかっていうと何もないこことここには0があるつまり6け1 0が60っていうことをやってるんですだから 78=60 が18になってると この段階がね 78÷6 を 60÷6 と 18÷6 に分けているという段階ですそのうちのここ 60÷6 の計算まで済ましているんですねでいつもの筆算に戻りましょうその後何するかというと 18÷6 を考えるんですね取れるだけ取るとじゃあ3が取れますね6318で引き算して0やとつまりこの 18÷6 が3というのはまさにこの段階を考えているんですね だから10と3を足して13でねこうやって答えがちゃんと出ているとつまりねこの分配法則降角とややこしいんですがそれをやりやすくした形それがこの割り算の筆算やったということなんですね。